高知市土佐山桑尾で行われたこの活動は、食事を通して地域の環境保全に関心を持ってもらおうと、24時間テレビチャリティー委員会などが寄せられた募金をもとに企画しています。新型コロナの影響で5年ぶりに行われた活動には、土佐山学舎の 1、2年生合わせて29人が参加。地元住民の協力のもと、今日は用意した苗木の中から山桜7本を植樹しました。この地域では数年前から近くの山んばの滝の周辺を開拓し、里山の景観を整えようと活動していて、今回新たに山桜を植えることにしました。大きくなれ、大きくなれ、大きくなれ、大きくなれ。すごく楽しかったです。桜とか植えたことがなかったけど、自然を育てるのが大変なことが知れて嬉しかった。関わっていくっていうのはやっぱり大事だと思うんで、子どもたちがこうやって山に入ってきてくれて、一緒にこう地域の住民と活動してくれてるっていうのがすごい心強く思いました。継続的に管理していかないと苗がちゃんと育っていかないんで、まあ、できれば一緒に子どもたちもこの苗木を見守っていってほしいなと思いますね。児童たちは食事を楽しみながら、環境保全の大切さを感じているようでした。